はい、本日は私から 1.5 報告がございます。平成28年度より毎年農泊を推進している地域であって、特に食と食文化により本人外国人を誘客する地域をセイバージャパンとして農林水産大臣が認定いたしております。今年度は長野県の小諸市、長野県の山の内町、愛知県の南知多町、鳥取県兵庫県の稲葉田島地区、愛媛県の八幡浜市、長崎県の島原半島地域、この6つの地域を認定することといたしました。これまで既に認定しております21地域と合わせて、これで27となるわけでありますが、セイバージャパンブランドで一体的に海外に発信していきたいと考えております。また認定証の授与式を来週11日水曜日に省内で行うこととしております。詳細はこの後プレスリリースでお願いいたします。私からは以上です。幹事社の前に審判をします。昨日5日にですね、経済対策が閣議決定されました。全体として GDP 26兆円、財政支出 13.2 兆円の大型対策です。費用対効果も問われると思いますが、農林水産分野の重点政策を目指すべきと構成をお伺いします。農林水産関係の主要項目といたしましては、まず災害が大雨でずっと続いておりましたので、それからの復旧復興、そして安全と安心の確保で、農林漁業者の皆様方の再建の支援、これが一つの大きな柱でございます。そして今戦いが続いております CSF、ASF など家畜疾病への対応も強化していかなければなりません。そして経済リスクを乗り越えようとする方々へのご支援として、生活基盤の継承、そして強化、そして国際競争力も強めていくということ、戦略的な海外需要の開拓とさらなる市場の拡大、それからスマート農業もですね、これから実証、それから開発も行っていかなければなりませんので、こういったものも盛り込まれています。今後これらの施策について現在検討を進めている補正予算も含め、具体的に切れ目のない対策を講じてまいりたいと考えております。会社から以上です。各社さんお願いします。どうぞ。NHK の岡谷と申します。A5 についてなんですけれども、後継組織のあり方の検討も含めまして、出資という選択肢もどうしていくのか、今そこの状況を教えてください。A5 についてはですね、鋭意検討を進めております。しかし、年末も近づいているということがありますので、それまでにはですね、はっきりとした答えを出さなければならないと思っております。このところはもうしばらくは来年度の当初予算も含めてですね、そっちの方でなかなか私も手一杯の部分がありますので、ちょっと正式なお答えについてはもう少し待っていただければと思います。出資という選択肢を残していってお考えは変わらないんでしょうか。これについてもですね、私の中にもいろんな考え方があります。日本の農業について常に言われてきたのは、その補助金に頼っているのではないか、しかし自己資金も含めてですね、その投資というものはですね、呼び込むものだというのは基本的な理念だと思います。魅力のある事業であれば、おのずとその投資家は投資をしてくれるというものであって、それに対してその A5 の在り方というのは官民ファンドであってですね、なかなか民間の投資家の方々にとってはリスクを取りづらいところをカバーするのだという理念自体は間違ってなかったと思います。思いますが、国民の皆様方にとってはですね、最終的には数字で結果が100億近く、これだけどれだけ回収できるか分かりませんから、最終的な数字は分かりませんが、90億ぐらいですかね、損失が出ているという現状を鑑みればですね、まず我々がすべきは何がまずかったのかということをしっかり検証することが第一だと思います。そして検証してですね、その先に例えば私が今進めております大きな商社の方々の大規模な海外展開だけではなくて、例えば2人や3人でやっている小型のベンチャーでもニッチなところに切り込んでいこうとする若者はですね、少額の融資でももらえれば頑張れるというような方々に対してですね、我々がコミットするような機会を持つことが適切であると判断すればですね、
それはするかもしれません。しかしまずすべきは A5 のまず回収をしっかりやる、そしてこれまでの経緯を検証して反省をし、それを国民の皆さん方にもちゃんと説明をする、そこからでないとですね、ネクステップの話はですね、すべきではないんではないかなと私自身は考えておりますが、まだ省内でこのことについても検討が必要だと思っています。他にございませんでしょうか。はい、どうぞ。読売新聞の中央でございます。あの今朝関東圏の知事さんが安倍首相のところに CSF の関係で寄せられたと聞いているんですけれど、大臣も立ち会われてらっしゃった、はい、そうに言われて同席いたしました。はい、要請内容と、その要請を受けて大臣の所管と今後対策をお願いします。三知事がお見えになりました茨城空港においてはですね、大変その中国人観光客の数が急増していて、茨城空港には探知犬がいないんだと、政府に対する、危険度が高まっているので対処をお願いしたいというのが具体的なお提言がありました。それから首都の精液受精卵等の流通についてですね、なかなかその移動制限がかかると難しい部分があるので、マッチング、コーディネート、それから業界との意思疎通もしっかりやってほしい。これについてはもうすでに11月の、11月29日にですね、団体を集めて私が出席した上で意見交換というのを行って意思疎通を図っております。それからですね、価格風評に対するですね、ご質問ご意見もありました。それについては我々もサーベイランス等をしっかり行ってまいりましたけれども、店舗等で不当な表示等はほぼほぼ見られない、ゼロではなかったようになりますけど、ほぼほぼ見られなかった。それから小売の方々、それから大肉食肉事業者からもですね、今のところ小売価格で、それから卸売価格でも価格の影響が見られていないということ、そして顧客からもですね、例えば店頭でこのお肉はこのワクチン接種をしたところの肉ですかというようなお客様からの問い合わせのようなものはですね、今のところ小売の段階でも確認されていないということでありますので、油断はできませんけれども、今のところ消費者の方々も人体には全く味覚的にも健康面でも問題がないということはご理解いただけるんじゃないかという説明をさせていただきました。あと経口ワクチンの話、ヘリコプターの話とかですね、そういった話もさせていただきましたし、不当な値上げをしないようにですね、通知を出したようなこともですね、ご紹介をさせていただきました。大体そんなところでございます。どうぞ。今の件に関連したんですが、ワクチンの接種について未発生件でも出してほしいというような情報があるかと思います。国会でも質問が出ていると思いますが、現在の件を理解してください。これはですね、知事さんと違うのも同様のお話がありました。非常に隣接圏、特に隣接圏はですね、枕を高くして眠れないんだというお言葉があって、委員会でもずっと言われてきました。しかしもうすぐとは言いませんけれども、もう12月になりましたので、今月中には所要の数が揃います。周辺の4つの県を合わせると大体200万頭、使用されているわけですけれども、それをカバーできるだけの数は今月中には揃うということであります。じゃあ数が揃えばですね、揃ったからじゃあすぐにやるのかというと、自治事務でもありますので、ワクチン接種プログラムをまず作っていただかなければなりません。で、商品会の方々のご承認もですね、いただかなければなりません。これは今までは危険のリスクの高いイノシシが発生しているところについて優先的に接種をお願いしているわけでありますが、しかし周辺の隣接県の方々の不安な気持ちもよくわかりますので、私としてはですね、そのタイミングに合わせて、周辺の6つの県の方々から大臣宛に3通、それから行政宛に3通要請が来ておりますので、もう一度意見をしっかり聞きながらですね、しっかりという判断を手続きを踏みながらやらせていただきたいと思っています。ですから今の段階で数が揃えば許可を出しますということではないということだけ最後に申し上げておきたいと思います。よろしいでしょうか。どうぞ。もし緊張となる
2日から6日までの予定で、開催されております第36回ですね。今回の会合では令和2年の日露双方の200海水域における相手国漁船の漁獲 割当量などの操業条件を議論しているところであります。詳細についてはですね、交渉に影響がありますからもちろん言えませんが、まあ、この担当の者がですね、日本漁業に私のところに来ましたので、我が国の漁業者の利益をですね、最大限にするようにしっかり頑張ってくれと、そして頑張りますということで、言っておりますので、なかなか腹の据わったいい男ですから、ご期待に応えられるような結果を持ってきてほしいなと、まあ、これは交渉事ですからですね、こっちにも要求があれば向こうにも要求があり、すいません、ちゃんとした答えになってませんけど、ただがっつりやってきてくれという話はしていった担当官もですね、その覚悟を持って今言っているということだけをお伝えしたい。